人気のお店に独特の隠し味。中にも待ってる。洋食木村の評判料理は子供も大好きハンバーグ。うまさの秘密は良質の合い挽きを使っているだけじゃない。ドミグラスソースにですね、梅酒を使ってるんですよ。これ？そうです。でもハンバーグのソースに梅酒って珍しいですよね。そうですね、まあ、使ってるとこおそらくうちぐらいのもんじゃないでしょうかね。こういうソースに使うんですよ。玉ねぎ、パセリなどの野菜を煮込み、14種類のスパイスを加えて作るドミグラスソース。その仕上げに隠し味の梅酒。梅酒の甘みが肉の旨みを引き立てます。3年ものの梅酒が最高の隠し味。じわーっというこの感じがいいですね。いやいやいや、おいしいですか？おいしい。うわー、お目当ては何ですか？お目当ては餃子。17年前に開店以来、超人気の餃子ニーハオの隠し味を初公開。中にね、スープをいっぱい入れます。え、餃子の具の中にスープを入れるの？はいはい。鶏ガラと豚骨を煮込んだスープだが、隠し味となるのは濃厚なその上澄み。これを具に加えて一晩寝かせると、油脂の旨みが増強されて抜群の餃子。うわー、美味しそう。噛んだ後、こう肉汁がじわーっとね。プロの味を盗め、見た一流料理人の隠し味。いや、美味しそうですけどね。はい。まあ、日本では料理を作るときにね、料理全体の味をこう引き立たせるために隠し味っていうのを使います。それが知りたいんですよね。でもこれ外国では一体どうなのかっていうのをね、調べてみました。はい。食の本場中国では基本的にはないそうです。ない。強いて日本の隠し味にあたる言葉はミーファンというんだそうなんですけど、ええ、これは薬の調合の時にも使うとかで日本の隠し味とはちょっと違うんですね。フランスは、はい、なんとないんです。フランス料理は味をこう重ねていくものなので、ええ、料理には使った素材全ての味が出されている、表現されているはずというんですよね。ですから、まあ隠し味というのはですね、はい、日本独特のものと言えそうなんですね。そこで今夜はですね、家庭でもすぐに役立つこの隠し味の使い方を一流の料理人のですね、わざと知恵から学んでみたいと思います。じゃあ例えばこれですね。これただのウーロン茶なんですけれど、これを使うと美味しい家庭料理が作れます。一体何の隠し味になるんでしょう。さあ、プロが公開する隠し味の極意ご覧いただきましょう。160軒もの店が軒を並べる中華料理のメッカ、横浜中華街。ここに来ると食欲が出てくるという。カセーロ。創業昭和14年、北京料理の老舗中の老舗、カセーロ。どうぞ、こちら私のボタンの部屋ですので、ちょっと見ていただけるどうぞ。失礼いたします。ボタン、すごいですね。今までどういう方がここを利用されたんですか？そうですね、皇室の方とか、あと歴代の首相さんとか。貴賓室をご利用の皆様は中国宮廷料理の粋を極められたのでありましょう。聞いた話ですが、味はこってりと濃厚で辛みも強いそうです。いやー、これ何枚入ってるんですか？まあ、今6枚ぐらい入ってますけども。フカヒレ、はい、カセーロの名を高めた一品はフカヒレの姿に。フカヒレ1枚が7000円もします。なんと贅沢なお料理でしょう。メイドの土産に食す気分であります。うーん、あー、このフカヒレのこの歯ごたえと、そしてこのスープのこのまろやかさ。もう私どももう57年間ずっとこの味を保ってるって言いますか、これが私どもの伝統の味になっていますので。これ作ってるところっていうのを見させていただけないですか？うん、困りましたね。今まで見せたことないんですよ。ないですか？はい、お願いします。ちょっと、かくてテレビ初公開、超一流店の厨房に潜入。お邪魔します。あのフカヒレのスープって見させていただいてもよろしいでしょうか？よろしいですか？どこですか？あ、ちょっと見るだけ。すいません、はい、
華正楼の隠し味とは。代々受け継がれてきたその正体に迫ります。白いんですね。白湯スープというね。白湯、どういう字？あの白いのスープ。白いのスープ。何が入ってるんですかこれ。まあこれはね、まあいろいろと、まあ一応清水さん教えてください。ちょっと見えてるんですけどね。じゃあちょっと見てください。いいですか。見るならばこういう感じ。もうだからもう骨まで溶けてる。はい、あ、これ生姜じゃないですか。生姜、いろいろ入ってます。なんかネギも入ってましたね。隠し味っていうのはありますか。隠し味っていうか何もないですね。もう隠し味ってあります。いやあるでしょ。まあ一応日本酒が入ってます。日本酒。隠し味は日本酒というがどうもそれだけではなさそうだ。しかしガードは固い。秘伝の味付けは食べて想像していただくしかありません。庶民も気軽に行けそうな一流店を探せば広東料理の金言楼。ツバメの巣やうずらの料理を得意とする調理長の山本さんはこの道30年のベテラン。料理は個性をモットーに様々な工夫を凝らす研究熱心な料理人です。山本さんの技を盗むべく密着取材を敢行。ただいま。お帰り。疲れて帰る妻のもと、しかし今夜も今日はね、残業があるからちょっと。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。残業。餃子。またもうなんか餃子の用意ができてるんですね。もう用意できてるからやらざるを得ないんです奥さん、はい、ご主人帰るの待ったんですか。そうなんですよ。もう遊びすぎてね、晩のおかず持って帰るんです、はい、すいません。図らずも見るシェフの家庭の隠し味、塩と生姜を具に入れて。あれ、何ですかこれ。これウーロン茶です。ウーロン茶を入れちゃうんですか。はい、ここウーロン茶の葉っぱがありますね。ここに入ってます。飲み残しのウーロン茶なぜ餃子にウーロン茶って。奥様は入れられます。私作らないです。あ、作らないですか餃子はもうじゃあご主人にお任せですか。肉の臭みを抜くためにべちょべちょって感じますけど。いえ、あの餃子はね、やはり食べておつゆがビュッて出るぐらいじゃないと餃子じゃないんです。ですから一般的にはスープを冷ましといて使うわけです。ですから、あのうちではスープがないですから、ウーロン茶、もしくはお水、はい、もしくは紅茶。紅茶、はい、これでお水入れます。もうお水入れるんですか。そうです。フライパンに餃子を乗せたらすぐに水を入れて蒸す。水が沸騰したらお湯を切る。これ知ってますね、いつもね。これ一回洗えばいいんですよ、表面を。くっついてますね。あら、くっついたままですね。これがあの美味しい焼き餃子の焼き方です。油を垂らして焼き、焦げ目をつけて出来上がる。家庭にあるものを隠し味にする。参考になりますね。これが大事なんですね。はい、この音がパーンとしてますね。これが大事なことなんですね。味は確認してないけど結構美味しくできてる。うん、あ、肉うまっ。うまっ。うでしょ、強パン。ほんとにジューシーだ。いただきます。このジューシーさはやっぱりあのウーロン茶ですか。そうですね。これから餃子作るときは入れます真似して奥さんは、はい、入れます。作らない、食べる方です。日本人の食卓に欠かせないのが味噌汁。うまいまずいで朝っぱらから夫婦喧嘩なんていう覚えの熟年もございましょう。銀座に味噌汁で売るお店、うまい味噌汁の隠し味はあるのでしょうか。すみません、山岸さんがします。はい、今アサリですか。それこちら生のりです、うん、銀座で味噌汁ってうまいですか。美味しいです。美味しい。あれはあのそうです、全部あの味噌汁の。そうです。え、あんなたくさんあるんですか。一応10種類ご用意してございます。10種類、はい、田舎味噌をメインとするものが4種類、赤だしが6種類、
これは渡りガニですか。そうです、渡りガニです。カニ汁は田舎味噌仕立て。カニの風味が漂ってまろやかな甘み。はあ、おいしいわこれは。はい、すいません、舞茸汁でございます。あ、舞茸。あ、これは赤だしになってる、ね、赤だしです。あ、いい香りだ。生に近いぐらいの感覚で。うん。絶品の味噌汁の秘密とは、うちではとりあえずこの7種類の味噌を使ってるんですよ。いや、こんだけの種類の味噌を使ってらっしゃるんですか。はい、はこちらが桜味噌、京都の。京都の、はい、これはこちらが八丁味噌です。名古屋の。名古屋の八丁味噌、はい、でこれは西京味噌ですね。西京味噌、はい、仙台味噌、越後味噌、はい、信州味噌です。こちらも信州味噌なんですが、こちらの味噌よりちょっと塩分が強いんです。徹底して味噌汁にこだわる山岸さんが関西で修行した料理人。これ今何を？赤だし味噌のベースを作ってるんです。で今入ったのは、最近入ったのが、はい、はい、八丁味噌。八丁味噌。その後が桜味噌。桜味噌。はい。それにお酒と、あと削り節です。それを入れちゃうんですか？はい。これただ混ぜるだけじゃなくて、火かけて、そうです。練り合わせるわけですか？はい、そうです。弱火で煎るように味噌を練り合わせます。そしてこす。これは鰹節のカスを取り除くためです。舌触りがまろやかなる部分ですね。舌触りがいい。はい。これは鰹と昆布の出汁です。カツオと昆布の出汁。はい、そうです。それと、もう西京味噌はほんの少しですね。西京味噌も入れるわけですか。はい、そうです。どういう作用するんですか。よくお汁粉なんかで、砂糖、砂糖じゃない、塩を一つまみ入れるってことがありますよね。それを味噌の甘い味噌で、その効果をつけるっていう形ですね。それと、上がりにお醤油をほんの2、3滴ぐらいですね。そのお醤油は？そうですね、香り付けですね。カツオの出汁が効いてますね。え、また長味噌する。はい、もっと滑らかになりますので。手間暇かけます。カスが一応見えますでしょうか。これだけ細かいカスが出ますので。じゃあもう一回召し上がってみてください。はい。こんな簡単なね、ええ、その作業一つで、はい、こう下に来る触りが全然違うんですね。すはい、あら、裏ごしするだけでこんなに違っちゃう。そうですね。甘い西京味噌と 2,3 滴の醤油が隠し味の赤だし。味噌汁につきものの煮干しは使われていません。それはもはや優れた隠し味ではないのでしょうか。全国の煮干しの7割が集まる尾道に飛ぶ。いっぱい積んでるわ、煮干し。煮干し。ごめんください。はい。あ、いい香りですね。あ、そうですか。海の香りというか。こちらは鳥取境の方ですね。そうですね。はい。これは長崎。長崎ですね。長崎県。はい。はい、それからこれは島根県ですね。あ、あれも島根ですね。煮干しはですね、はい、全国からやはり5割方、7割方入ってきてますから、やはり尾道で煮干しの相場が決まると言っても過言でないと思います。尾道で煮干しの蕎麦が決まってしまう、はいはい、と言っても過言でないと思います。おこれはそうですか。うわーすごいですね。ずっと奥まで全部ですよこれ、はい、これ今どのぐらいの量入ってるんですか。そこに、4万ケースですね。約4万ケース。はい、約4万ケースです。イワシには3種類ありまして、これがカタクチイワシですね。これカタクチイワシ。はい。あ、これがカタクチイワシ。はい。それからこれがウルメイワシですね。ウルメ。はい。あ、こちらがマイワシです。はい、平子です。あ、これはマイワシです。はい、そうです。この3種類あるんです。そうです。でも一番そのポピュラーなって言いますか、
この中ではどれがいい？そうですね、やっぱり片口がやはり全国的にまあ馴染みがあると言いますかね。これがそう。はい。この中でも例えば種類っていうのはあるんですか？この。はい。はい。これが、はい、オーバーですね。オーバー、はい、イワシ。チューバー。はい。はい。はい、そうです。これが小葉。はい。それでこれはカエリ。はい。カタクチイワシのいわゆる大きさによってこんだけ種類がある、はい、そうです。そこの中で例えば一番最高級品と言われている煮干しはどれですか？そうですね、ここにありますが、これ瀬戸内のですね、はい、伊吹島いうんですけど、香川県とか、ね、そうです。幻のいりこいうんですか、幻のいりこ、銀付きいりこですね。銀付き、はい、で銀が剥げないんですね。銀ってこれ鱗ですか？そうです、鱗です。はい、これが最高級品ですね。どのぐらいするものなんですか、値段的には？我々の業者間では4000円台ですね。え、4000円台です。キロですね。1キロ、はい、そうです、4000円、はい、これが浜根ですね。浜根、はい、そうです。我々消費者に届くとどのぐらいの値段になっちゃう？そうですね、やはり3倍近くしてるんじゃないかなと思いますけど。そうすると1万2000円、はい、そうですね、1キロ以上、はい、そうです。これが幻のそうですイリコ、はい、1キロ1万2000円最高級の銀付きイリコはどんな隠し味となるのでしょうか。家庭では生臭いと敬遠されがちな煮干しですが、煮干しを使ってその、はい、なんか出汁を取っていらっしゃるっていう。はい、そうです。煮干しにこだわっていらっしゃるんですか？そうですね、こだわっているというか、うん、もう普通に使ってるんですが。可燃坊の料理は全て煮干しで出汁が取られています。修行していた大阪では見向きもされなかった煮干しの素晴らしさを定安さんはふるさとで再発見したのです。ここにあの幻の煮干しを持ってきたんですけども、いや綺麗なイリコですね。綺麗、はい。これをもしそのプロから見てこうこれを使った料理というと何にしますかね？そうですね、煮干しの素晴らしさはそうめんのつゆが一番。定安さんは麺つゆ作りに取り掛かります。最高級の銀付きから形の整ったものを厳選、軽く煎ります。香りを高めるためだそうです。煮物などをするときに落とし蓋などするんですが、はいはい、これは絶対しないで。するとイリコの生臭みが出ますから。蓋をしないでということがコツですか？はい、そうですね。煮干しの場合は、はい、煮干しの出汁は個性が強い。サバ節や味節を加えて旨味のバランスを取ります。こすことで落ちた鱗を取り除きます。澄んだ出汁に醤油、みりんで味付け、最も煮干しのうまみが分かるという麺つゆが完成。はあ、できました。できました。はあ、あっさりとかけるわけですね。ですね、うん、美味しい。ありがとうございます。やっぱちょっと煮干しに対するこう概念というか変わりましたね。これはうまい。鰹節、うん、昆布と並ぶ日本の隠し味煮干し、そのうまみを家庭でも再発見してはいかがでしょうか。うまい。世界最古の隠し味をご存知でしょうか。生命に必要不可欠なもの、塩です。塩って何種類ぐらいあるものなんですか？まあ、大体一般的なあれですね、千倍塩で、まあ、食塩。ああ、これね、よくある、はい、サラサラのやつですね。サラサラのやつです、はい、あとその、JT から許可を受けて作るトプレーの一般的なものですね。アラジオって、まあね、アラジオね。塩の違いっていうのはどうやったら分かりますかね？そりゃおにぎりさ、人の良いご主人、リズムに乗ってまん丸おむすびを握ってくれました。さて、これで味が分かるのかな。
こっちがアラジオ、そしてこちらが JT の塩で煮たおむすび、こちらが JT ですね。精製塩は塩化ナトリウムの純度 99.5% 以上の塩、こちらがアラジオです。自然塩は輸入した岩塩ににがりを加えたもの、味はどう違うのでしょう。甘みがあるの分かります、少し口に残るの。そう、あまりしょっぱくない。しょっぱくないでしょ、しょっぱくないでしょ。どうして？それがあのだからあのにがりですか、ね、にがりなんですか、ね、ちょっとおにぎり召し上がっていただけませんか。どっちが美味しいかちょっと言っていただきたいんですけど。ああ残したらパンチ。そう、クエックカーセンドとか金取んねえから。こっちの甘みがあるのかな。甘みがある、うん、なんか甘い、甘い。こっちの方がね、こちらが特例。にがりとは塩化ナトリウム以外のミネラルで、その甘みや苦みなどが自然塩の旨味を作り出しています。最も基本的な隠し味、自然塩を巧みに使いこなしてきたのは京都の食文化です。祇園の丸山は特に自然塩にこだわって季節の懐石料理を作っています。実はこれが、これは、はい、自然の、あ、アラジオですよね、はいはい、ごく普通の海から取ったね。あ、これもいいんですけども、昔からあるんですけども、それをちょっと工夫させてもらって作ったのがこの水塩というんです。水塩、はい、液体になってるんですね。そうなんです、これを液を振ります。ちょっと待ってください、はい、これ何ですか。これが水塩なんです。はい、水塩こんなに入れちゃったんですか。はい、はい、スプレーに、はい、どうしてスプレーに。これがね、エアを入れることによってものすごい柔らかくなるんですよ、はい、さらに柔らかくなるの。はい、はい、本当に食べていただいても余熱で、私はこれはね、本当にいいと思ってます。なんかしょっぱくないんですけど、あんまり。そうです、そうです。はい。いいんですか、これで。はい、いいんです。はい。塩の味をしたら間違いなんですよ。体に悪いんですよ。それとやっぱり、それだったら塩食べたらいいでしょ。うん。違うんです。豆を食べるんですよ、季節を。豆の味がします。そうなんですよ。そうなんですよ。じゃあこの水塩を振ることによって、はい、この素材の味が。そうです、引き出すんです。それが私は味わいやと思ってます。味わい、はい、味付けと違って素材の味を引き出す隠し味。水塩作りは手間がかかります。自然塩に卵白を入れてにがりのアクを抜く。さらに卵の殻と水を加えてアクを取りながら煮込む。だんだん澄んできましたね。澄んできましたよ、きれいに。こして冷ませば透明な水塩ができます。水塩って濃度はどれぐらいになるんですか。はい、これはね、私自身が使わせてもらってるのは溶水の 0.5%、まあ、なぜそれを感じて対応してるかといいますと、私の独断と偏見ですけども、はいはい、お腹の中に1月10日赤ちゃんがいます、はい、その時に生きていく時に、はい、その自分のおしっことかそれを飲みながら、ここで覚えてしまうと思うんですよ。この2つは調味料と思ってます。水塩に関しては私は調味料やと思ってないです。人間が生きる水やと思うんです。生命の水やと思うんです。生命の水、はい、水塩を入れます。水塩は食材に馴染みやすく、微妙な味わいを出す隠し味として優れているといいます。柔らかい食材に特に効果があって、煮物には最高。春を彩る桜鯛、水塩が作り出した味わいの京料理です。はい、お待たせしました、どうぞ。本当に綺麗ですね、なんかこう目に鮮やかというか。桜鯛ですね。はい、じゃあいただきます。
鯛のこう甘みが口いっぱい広がりますね。味がついているようでついてないっていうんですか。味わいですね。味わい、はい、いいですか。はい、どうぞ。ああ、旬のものだ。はい、もう本当に素材そのものの味ですね。これはやっぱりこの甘みが出るっていうのはやっぱりこの水塩の、そうですね、自然の力ですね。うーん、味をつけずして味を引き出す、うん、なんかすごく矛盾してるもんですけども、塩はその力を持ってると思うんですよ。水塩、それは京都の雅な味を支えます。伝統の隠し味もさることながら、インスタント時代の今、新しい隠し味が続々と登場しています。ナンプラーはどうですか。ナンプラー、魚の醤油。魚の醤油、醤油、あ、フィッシュソース。タレを作るのとか、それとあとこうスープにも入れたりするし、うん、隠し味的にね使ったりする隠し味。そう、はい、これなんですか。貝柱、ホタテパウダー。あら、中国料理などの隠し味に広く使われてます。うわー、サラサラの粉だ。いいですか。濃厚なホタテ。どういう使われ方をしてるんですかね、皆さん。え、そう、プロの方は。まあね、まあ、企業秘密だからね、うん、あんまり言えないんですよ。言っちゃいけないの。言っちゃいけないんですか。そんな元の部分だからね。これはね、日本で一応作ってます。静岡県御殿場美和コーポレーション。プロなのにホタテパウダーなんてずるいとヤジも飛ばしたくなりますが、お得意先を知りたくて製造元を訪ねました。段ボール箱はたくさん。すいません、こちらの美和コーポレーションさんですか。はい、そうです。あの貝柱パウダーってありますよね。こちらで作ってらっしゃるんですか。これですね。そうそうそう、これが中華街にあったやつですよね。そう、中華街に出てるのはこれです。ねえ、中華街以外ではこれ置いてないんですか。これあまり言うと差し障りがありそうだから。一瓶でホタテ何個ぐらい入ってます。はい、10キロとか使ってると思いますね。じゃあもう添加物一切ないですか。ないです。それで高くつくでしょ普通。それはこちらももうちょっと秘密の言えない部分がありますから、うん、どういうところで使われてるのか。うーん、一流店とかありますか。いや、それは私からは言えません。秘密にされるとますます見たくなりますね。これは映らないでしょ。すいません。うわ、全国ですね、本当にね。千葉、奈良、埼玉、秋田。ああ、温泉ホテルとかある。観光ホテル。ああ、有名な温泉ホテルだ、これ。観光ホテルも。どんな人が使うのか、好奇心募って食材店で張り込み開始。1時間ほどして、ホタテパウダーに手を出すご婦人。大きいのを買いましたね。お店の仕入れか家庭の主婦か、新しい隠し味ホタテパウダーの行方を追う。ちょっと行ってみましょうか。ホタテパウダーを買い求めたご婦人を追う。あの、ちょっとすみません。はい、はい、申し訳ありません。びっくりした。あの、今え、ちょっと買い物したの見せていただいてもいいですか。申し訳ありません、突然で。TBS の底が知りたいなんですけれども、ちょっといいですか。申し訳ない。随分変わりましたね。そうなんです、商売してるもんだから。ご商売してるんですか。あれ、ちょっとこれさ、これホタテパウダー、何をやさ。うちラーメン屋さんなんです。ラーメン屋さんなんですか。使うんですか、これを。失礼ですけど、どちらで。店は千葉です。千葉から長沢さんいらっしゃってるの、ここまで。千葉県君津市から2時間半かけて仕入れに来ていた鹿野さん。
ここなんですよ。こちらです。そう、ここです。トモちゃんラーメン。はい、トモちゃんラーメンは12年前に開店。ここで入れるんだ、はい、ちょっと。そうですね、それでもうコクと あっさりとしたすごくうまみが出るんです。今やホタテパウダーはトモちゃんラーメンの味の決め手。お待たせいたしました。これがもう本当に基本のラーメンですね。そうですね、こちらで値段が、はい、400円。400円。開店当初の数年はスープ作りに悩み続けたといいます。やっぱりそのラーメンにとってスープっていうのは、命です。もう一番だと思います。ホタテパウダーに出会った時、スープ作りの悩みも解消。ホタテパウダーはこの店の恩人です。築地で仕入れる頑固一徹そうな料理人。それ一回閉めていく。はい、場所、そうです、はい、ですね、はい、浜口さんは25年間も築地田村の板場にいました。独立してお店を持っていますが、彼のもう一つの顔は出張料理人。食材はもちろん食器類まで持ち込んで超一流の腕を振るいます。はじめまして、どうぞよろしく。はじめまして、本当にありがとうございます。遠くから。浜岸さんの得意は茶会席。茶の湯とともに様々なお料理でお客をもてなしますが、最も重要な膳があります。お茶事で一番やかましくおっしゃるのは煮物庵ということです。煮物庵というのはその料理人のする腕前を読まれるというか、映し出されるように味わった時に出てくる。ずいぶんたくさん入れるんですね。お出汁はね、たっぷり効いた方が美味しいものは出る。煮物は隠し味で決まります。これ水の分量と鰹節って 1.5 ぐらいありますね。同額以上です。一番出汁に一応下味付けてございます。それにもう一度追いがつおといって味を増すわけですね。ここが力の入れどころ。また入れちゃうんですか。そうです。煮物庵の材料も豪華。伊勢エビとあやめふにわらびをあしらいます。端午の節句を祝う献立です。これでお客さんが満足したい、していただけますかね、はい、見た目にも美しく季節感にあふれ、しかも美味しくなければなりません。綺麗ですね、本当にね。さらに極意の隠し味。ご主人なんかいい匂いがしてますけど、はい、タイの尾っぽの方でございます。タイのおっぽですか、はい、これをね、ほんがりと焼くの。これをね、塩もしませんから素焼きと言います。何に使うんですか。今日はね、お大根のね、炊き合わせのとこに出汁に隠し味として使います。こういうふうに入れました。大根は鰹節だけでは味も淡白すぎるそうです。魚の骨の素焼きを隠し味にすることで風味が増す。お大根ね、とても甘くて綺麗に切ってありますね。失礼いたします。今日のお料理いかがでしたか。美味しいございました。もうさっぱりっていうのかしら、まろやか、そこでまろやかで、お出汁の取り方を勉強したいなと思っておりますの。やっぱりお出汁違いました。違います。まあ出汁が一番一つのポイントでございましてね、たっぷりふんだんにお使いになった方が美味しいのできますので、ね、お客様は大満足。一流の料理人の一流たるゆえんは隠し味の技にあるのです。料理の専門誌に味の外交官募集広告が掲載されているのをご存知ですか。面接をパスすれば外交官をお抱えの料理人として海外に赴任、その腕を振るうことになります。
私どもあのアメリカのカンザスシティという総領事館に赴任することになったんですけれども、アメリカに行ったことありますか？いえ、全くありません。ありますか？はい、外国へどこか行ったことありますか？タイの方に1週間旅行で行ってました。得意なお料理は何ですか？得意なお料理は何ですか？はい、フランス料理とイタリア料理を得意としております。ああ、そうですか。長澤さんの腕をね、はい、見せていただくためにね、はい、あの2つ作っていただけないかと思ってるんですよね。一つはあのエビの天ぷらでまっすぐで姿形の良いもの、それからあの牛フィレ肉を使ったフランス料理を何か一品ね、それを持ってテスト。長澤さん、どうでした？はい、できます？あ、和食関係は専門職じゃないんでちょっと難しいですけど、まあ、フランス料理はなんとか大丈夫だと思います。うまくいきそう？あ、頑張るしかないですね、はい、公邸調理人を目指す長澤さんは都内の一流ホテルで7年間修行してきました。隠し味的なものというと柔道トリュフですか？一缶8000円ぐらいするんですけど。ああ、センスだ。はい、ちょっといいですか？はい。わ、すごい香りがしてる。トリュフのジュース。そうです。まあ、あっと言わせるために。はい、あっと言わせるために。トリュフを隠し味のソースでフィレ肉料理は完璧の仕上がり。問題はエビの天ぷら。この天ぷらの分野はちょっと長澤さんはあまり得意じゃない。まあ、得意じゃないですね、まあ、はっきり言って。田中総領事はなんかピンとしたエビってあれにこだわってましたでしょ。はい、うん、でもまっすぐなエビになりますね。これでも天ぷらにこのままつけてあげるとまっすぐなる。はい、エビフライは得意だが天ぷらとなると少々勝手が違う。いささか不安なお料理です。どうですか？大丈夫だと思います。はい、まっすぐに上がったことは上がってますが、美味しそうな料理できましたね。ありがとうございます。これなかなか難しいそうですね。うん、なかなかいいですね。とっても美味しいですね。うん、どうしてそんな皆さん喜ぶんですかね、そのまっすぐに上がったエビっていうのは。塩でもさっと振りかけて、で一口でこう食べるっていうのは一つの、前菜ないし、あのパーティーのおつまみ、飲み物のつまみとしては非常にその美味しいんですよ。彼のお料理は合格ですか？合格だと思います。ね、どうですか？そうですね、うん、どうですか？合格。長澤君は4月中旬アメリカへと旅立ちました。公邸調理人は外交官の隠し味です。愛知県三河地方は隠し味の一品みりんの特産地で、かつて灘の酒三河のみりんと並び称されるほどでした。今では醸造元も少なくなりましたが、創業220年の九重みりんは最高級のみりんを作り続けています。じゃあ早速飲んでみますか？みりん飲む？飲むんです。みりんって飲めないんですよ。いやー、みりんは飲めますんです。おいしいんですよ。飲んでうまいと太鼓判のみりんは限定品の九重桜。あ、琥珀色の、こういう琥珀色になりましてね。ええ、いかがですか？甘いですけどこう美味しいですね。アルコール分が 14% ありますのでね、お酒と一緒で
たくさん飲みますと酔っ払いますので。もう一杯いただきますか。はい。いや、九重桜は昔ながらの醸造法を復元して作られています。もち米、麹、米焼酎を原料にゆっくり時間をかけて発酵させます。お、これで大体40日目くらいです。ほぼそうです。あと10日から15日で出来上がり。出来上がり。みりんはやはりあの隠し味と申しまして、はい、表面に出ないわけですね。それだからこの板場さんによっては非常にこだわる方がたくさんいらっしゃるわけです。みりんが欠かせないお店といえばお蕎麦屋さんです。小松庵は特にみりんにこだわっているとの噂。創業大正11年、親子3代にわたるお蕎麦屋さんです。凝り性の2代目は隠し味に独特の哲学を持っています。僕の考えなんですけどね、うん、食べ物でもあってもね、うん、技術だけじゃないんですよね。やっぱり材料の選択、それが一番大事なの。心の桜を自分でこう吟味した時に、うん、どう思いました？もう何とも言えない嫌な感じだったね。嫌な感じ。この香りを変えた時点はだから味にすると違うの。この香りが嫌だった最初は。僕が嫌いだったね。では味に転化してその飲んだ時の味、ね、香りと味違ってくるんだよね。九重桜はそばつゆ作りの最終段階で隠し味として使います。これは一本釣りの本節です。一本釣りの鰹節。そうです。はあ。一本ずつ一本ずつ揚げて、きっと生地が傷まない。これ指定なさるんですか、例えば。そして結局産地行ってそういう節をお願いしたい。はあ、これは倉庫。これこれでも鰹節の倉庫です。これ全部そうですか。ええ、これは一本釣りの節。はあ、これはそうですか。音がこれね、節はね、音で一番よくわかるんですね。音でわかる。ね、なんかこれでひねるようにできるんですか。ああ、割れちゃった。あ、割れちゃった。あ、これは綺麗。いいでしょ。うん。ね、これでね、油が乗ってくるとここがね、変わってきちゃうんですよ。金額にしてだいたい鰹節だけでもどのぐらいありますよ、ね、何千万ですよ。何千万。いや、あのその辺をきちっと言ったらどのぐらいですか。だから4000万ぐらいになりますよ。4000万、はあ、うわ、お米、ええ、へえ、これどのぐらいありますか、米。いくらあるかね、全部でやっぱり 2,300 買うからね。これ玄米。ええ、そうです。これを毎日精米しています。え、ご自身で。はい、私の仕事です。バカみたいでしょ。申し訳ないです。いろいろご自分でところ1000万だ、そば粉なんだって買ってきちゃうんですか。そうそう、それであとで僕のところに、あのうちの嫁さんのところにね、小切手回ってくるんです、うん、そうすると昨日もあの夜中までね、うん、あのこの1000万どうするって話をしてた。実はそれでね、昨日もね、夜ちょっと眠れなくて。本当に仕事はなんか道楽、道楽親父ですね。道楽親父、全く道楽親父。超道楽親父。まあ幸せですよね。三代目も呆れる二代目の徹底ぶり、驚いた方ですね。まあ、ことわざというね、我はね、そばより生きる道なし、この道歩むですよ。もう茂さんは蕎麦職人で自分の生涯悔いはなし。ただ蕎麦でね、うまいものを出して皆さん喜んでもらえれば、うん、これは最高のまあ喜びだと思ってます。努力と情熱と味への飽くなき探求心、一流料理人は味覚の冒険者です。
いや今の小松さんのね、親父さん、はい、鈴木さんがやっぱ美味しそうに食べてたんでしょうな。これ見てる顔が本当に幸せそうでしたもんね。隠し味は言わない、でもちょっと言いたいっていうようなね、ね、確信の部分でしょうね。そうね、まあ、今日見てるとね、この隠し味っていうのは何もことさらなもの使ってないじゃないですか。塩とかお味噌、みりん、そうですね。そう、だからちょっとした工夫でこの料理にね、はい、味わいをつけるってやっぱり奥の深いもんですね。そこに時間と手間ってのももっと隠し味になるんでしょうね、うん、さて、あの煮干しが出てきましたでしょ、あれ蓋をしないことから始まって、腹跡を取らずに済む小さいサイズの煮干しを使うとか、うん、ほんのちょっとの手間で美味しい出汁は取れるそうです、うん、煮干しそのものはビタミン、カルシウムがとってもたくさん含まれているので、もっと見直してもいいんじゃないかという。そうね、もっと使ってもいいかもしれませんね。まあ、今日中でも出てきましたけどね、あの隠し味っていうのは味をつけずに味わいを引き出す、なかなかいい言葉だと思うんですけれども、やっぱりそれはこの料理人の心なんでしょうな。さて来週は、ちょっとすみません、お婿さんって言ったら何か条件ありますか。金持ちの、もう超超豪邸。お婿さんと家族の事情を探ります。題して三国一の婿殿。